速報、千賀滉大、メッツ。5年7500ドル、約102億4000万円。サッカー。メッツは来年夏でワールドシリーズ取りに来てるな。吉田の方が高いのか、まさかまさかだな。菊池より高いんやな。仕事早い。両手おっさんばっかやん。年齢に小数点つけるんだ。おっさんおっさん&おっさん。アラサーのおっさんばっかかと思ったらアラフォーだらけやんけ。メッツ気合入ってんだ。来シーズンはメッツも見れるな。エンゼルスだけだと正直飽きちゃうんだよな。勝てねえし。大谷がドジャース移籍してくれたら試合そのものも楽しめそう。ドカオメ、最近はみんないい契約取れまんな。吉田も千賀もわざわざプレッシャーある東地区とかチャレンジ精神と度胸あるな。フォークピーは割と成功するイメージあるけどどうだろうね。スプリットは通用するだろうから怖いのは怪我やな。千賀は日本でもちょくちょく離脱していたし、メジャーで対応できるかどうか。1年はトミージョンで潰れるやろ。来年のメッツ先発ローテ5人。ヤバすぎて草。これなら千賀来ても許されるな。年俸的にはローテ級の扱いなんだろうけど、競争激しそうやな。運見事におっちゃんしかおらん。もう一人増やした方が良くないか。通用するけど絶対離脱するわ。日本より健康でいられる理由がない。5年いけたのはでかいな。評価つ高いやん。中4日に対応できるんやろか。通貨千賀ってコスじゃなくて海外 FA か。それでこの額は安いな。でも千賀って確実に5回は投げてくれる安心感はあるよな。なお緊急降板。千賀君、Y に50万くれ。